はい、皆さん、こんにちは。熊谷翔です。さあ、前回までリズムのトレーニング、一拍の中に16分音符4つありますね。その1個ずつずらして、メトロノームを当てるという練習法をやってきたんですけど、もう一つやり方あって、それ最近あんまやってなかったんですけど、このなんかこの動画やってるついでに久々にやってみたら、やっぱそれなんならそれが一番難しいんじゃないかみたいのがあってそれを今日紹介したいと思うんですけど、今日はですね、この4つの 1,2,3,4 ってあるうちの2と4のとこにメトロノームを当てるという練習ですね。なのでやっぱこう、焼き鳥が串1本だったら鳥かくるくる回っちゃうので安定しないですけど、手羽先の焼き鳥みたいにこうガッと2本串刺しにする感じのイメージとなりますね、この練習は。なので今まで120で、やってたんですけど、今度2つ入れるんで240でそれをピッピッって入れたいんですけど、結構240きつくて、僕はその今までの120をちょっと110に落として、その倍の220のピッピで、このやってみたいと思います。それでは、220こんな感じ。そういうことで、やっぱり途中でやばいやばいっていうのがちょいちょいあったと思うんですけど、どうにかこうにか220でやってみました。それでもちろん、きついっていう人は、まあこれいつも80でゆっくりのバージョンやってたんですけど、今回も80の倍の160にして、それをやってみたいと思います。どうぞ。というわけで、まあなかなかゆっくりはゆっくりで難しいもんでもありますが、こんな感じの練習となっております。まあそのなんかこう、お前猫背だからお前串刺しでお前矯正してやるみたいな、こういう感じでここに2本バッバッと串刺しにされて、こんにちはみたいな感じになってしまうイメージかと思うんですけど、まあこの練習法もなかなかストイックなリズムのトレーニングになってるんじゃないかと思います。以上で本日の動画を終わりにしたいと思います。結構このやり方について僕の教えてる、レッスンしてる生徒さんからちょっとよくわかんないってやり方教えてくれよとか、まあいろいろ動画内で言ってる以上に細々レッスンだとできるので、レッスンはもちろん、あすまさん熊谷823 gmail に、ご連絡くださったらもうちょっと細かく一緒に練習できるので、遠慮なくお問い合わせをしちゃってください。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。それでは。